水月公園に、お池水月公園は、大阪府池田市鷲塚にある都市公園である。池田市が設置、管理している都市公園。面積は4.1ヘクタール。大阪緑の百選に選ばれている。池田市南部の五月山の高台に位置するため、公園は階段状に整備されている。花の名所として有名であり、園内には桜や、 約250本の梅林、60種6000株の花あやめなどが植えられ、四季を通して楽しむことができる。開花時期には多くの花見客で賑わう。花あやめの開花時期である6月上旬頃には、花あやめ祭りが開催される。また、にお池と船池の2つの池が整備され、にお池には、噴水と人工滝が設置されている。園内には、 池田市の友好都市である中国治安水省蘇州市から送られた蔡カオルがあり、周辺の庭とともに美しい景観を作っている。1984年に友好都市締結3周年を記念して、中国治安水省蘇州市から蔡カオルが送られた。これは、蘇州市にある津田賀園のティン、花風市面邸と同じものである。建設にあたって、 蘇州市から技術者4人が来日し、上部邸は蘇州市で組み立てたものを解体して再び池田市で組み立てる工程が取られた。周辺の庭園と合わせて整備され、美しい景観を作えるっている。1991年、友好都市締結10周年を記念して、蘇州市より蘇州の石坊と僧楼堤の石坊をモチーフにした源の御旅長が贈られる。 1996年、友好都市締結15周年を記念して、蘇州市より太古から産出された太古石が送られる。大阪府池田市鉢塚三丁目。ありがとうございます。